んにちは、タンドゥです。今回はですね、八戸にやってまいりまして、かつて、遊郭だったという旅館にね、今回泊まることになりました。新睦旅館というところになります。見ていただけるとね、わかると思うんですけども、木造のね、非常に古い建物になっております。現在のオーナーさんが改修しながらも、昔のものをね、そのまま残しながら営業を続けている旅館になります。いや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 、ところどころやっぱりね、傷も多いですし、木造なんでね、しょうがないところはあるんですけども、いやー、すごい古いですね。足元もね、結構、古い板なんで音がします。すごい天井が高い、吹き抜けになってるね。今回ね、ちょっと、たまたまね、内装工事の時に当たったんで、このようになってますけども、で今日泊まるところですね、この2階にありますので、結構急な階段だな。すごいすごい、きれいな。足元もね、昔の木のきしむ音が。それで、味がありますね。改修途中ということで、ちょっとごちゃごちゃしてるところはあるんですけども、昔からね、ある古いものがまだまだ残っております。その中に、蔵があったんだけど、そこを取り壊したら木材にメモが書いてたんだって、初代のその店主、さんのこと情報が全然伝わってなかったんだけど、後世にこれでやっと、分かったって、どういう感じでやってたのかとか、白米とか、店主大阪将棋三名、小日向、本名、本名書いてる。なんでわざわざこういうものに書いたのか、紙がなかったのかな。できるだけやっぱり当時のものを残して、なんか修復してるんだろうね。釘隠しがすごい。折り鶴。これはね、綺麗だね。ここにほら、お嬢さんが座ってて。そこを外からね、男性が品定めして、そうするとね、ここはね、遊郭にね、芸者さんがいたの、お抱えの。普通いないんだって、遊郭はお嬢さんだけなんだけど、だから芸者さんがね、ここで決めるでしょ、そうするとそっちから入ってくるとね、芸者さんが来て、あ、どうぞどうぞって2階上げて、そしてほら、お酒飲ましたり、踊り踊ったり、お話聞いたりね、して、今日は一元さんだからお帰り。何回か通って、初めて、お嬢郎さんとね、一晩共にするわけ。
遊郭に芸者さんがいるっていうのはね珍しいんだって全国的には。うん、うん、そう言ってた。この間名取裕子さんが来た。ほらあの人の有名なのはあのなんだっけ吉原炎上でしょ。あ、うん、そういうの主演であの人それで一躍有名になったのもね。であのうちでね本当はあのなんかね三味線習ってる三味線やなんかをね朗読やなんかをするって言うんだけど、うん、うちで集まって50人なのよ、はいはい、天下のねあの、うん、俳優さんが来るのにね、はい、50人じゃもったいないね、うん、そんなんでお寺さんでやることになった。だけどお寺さんでやるとあのこのほら吉原炎上っていうのは遊郭でしょ、はいはい、だからここを見せたいと思ったのね。うん、だからここで食事して、あ、そうだね、確かに。これは欲しがる。うん。あの方ならすごい欲しがる。やっぱ写真自体がね、なかなか貴重だろうね。撮れる人はある程度やっぱお金がないと。ね、うん。売ってないだろう。うん。骨董品屋とか売ってんの。うん。海水浴みたいな感じか。うん、はあ、うん、切り抜いてるの。あら綺麗ですね。赤ちゃんまで、うん、生まれた時の、はい、昭和3年昭和3年90年ぐらい前だな。普通のひっつめ髪の人もいるね、うん、あらこれ美人じゃない。おー美人だね。いいね、うん、これは何ですか。あのお客さんが来ない時に、うんうん、あのコロコロ転がして、うんうん、願掛けしたら、うんうん、お客さんがやってくるという。あ、お守り的な。なるほど。あ、そういえば現地者さんでもなんかこれ、うん、なんか招き猫みたいなものとして、あ、そういう男性器のやつを、うん、なんか、うん、針型ではないと思います。うん、なるほど。やばくないか。ね、奥の、はいはい、色から、うん、何があったんだろうね。これは太客を、はい、そういうこと、文字通り太客を言いたいという。大副長、うん、これは何だろうな、帳簿なんだね、うん、この紙がすごい、まあ、古い紙だね。136円60銭。読めない。福井亀、亀、うん、亀五郎じゃね。亀五郎様。亀五郎様。11月5日、緊急十何千、うん、読めない。これは何だろう。読めません。ぶどうとか書いてある。ぶどう。あ、おつまみ的な。ああ、そういうサイドメニューを頼んだら。ビール。ビール。ああ。へえ。そういう漬けのやつなのかな、これね。うん、ビールやっぱお酒はやっぱりね、うん、飲んだでしょうね。お刺身とかもあるの、うん、嫁ねビールしかわかんない。はいビール、はいビール、甘って何、甘なんだろう。甘納豆、うん、甘エビ、甘酒だね。甘酒、そんなやっぱ女郎さんがそういうの飲むんだよね。ああ、そっか。これはもう完全に、ものすごい個人情報だよね、これはね。うん、うちのおじいちゃんがいたとか、そういうこと。中肉、中背、身長。あ、え、そんなことまで。うん、そうだよ。へぇー。褐色、散髪、目、鼻、口、並み。青い羽織を。そんなことまでチェックされてんだ。すごい。
らがですね、おかみさんに見せていただいた遊郭に泊まるという本なんですけども、新物旅館ですね、この表紙にも載っております。で、中を見るとですね、まあ、こんな感じで、今回はね、残念ながら改装中だったんで、普段とはね、様子が違ったんですけども、まあ普段はね、中はこんな感じになっております。でね、さっきの卑猥に見えたような、ものですけども、金星様というもので、しっかりとね、あの願掛けの意味を込めた、まあ、由緒正しい、ものになりますので、勘違いしないようにお願いいたします。